はい、毎度おなじみゆうご .tv でーす。と言ってもな、いつぶりだろう結構間空いちゃいましたね。すいません、サボってました。はい、今日からまた定期的にアップしていきたいと思います。ということで本日のお題を早速読んでいきたいと思います。好きなことばっかりやってていい、こちらのお題を今から読んでいきまーす。はい、好きなことばかりやっていると自然と知識や知恵が身につきます。好きだから努力も我慢も忍耐も不要です。ワクワクという気持ち、楽しい気持ちしかありません。私は小さい頃から機械系が得意でした。コンデンサー、小型モーター、小型なんとか回路などの組み合わせを使って機械ばかりいじっていました。そもそも父が機械関係の会社を勤めていたため、家には機械の部品がゴロゴロ転がっていました。こうした環境が機械に触れるきっかけになったのです。私が機械系に強くなったのは父からの影響があります。将来はロボットを作る、当時はそのように本気で考えていて、キテレツ大百科のキテレツに憧れを抱いていました。私の父はそれを見て、そんなことはどうでもいいとは言いませんでした。代わりにもっとしなさい、好きなだけしなさいと言いました。才能は好きなことの中に存在し、好きなことに没頭することこそ個人の能力が発揮されることを知っていたのでした。学校では一番点数のいい科目ばかりを勉強していると叱られます。理科で100点を取って理科ばかり勉強していると、もう理科はいいから算数の30点を何とかしなさいと叱られます。得意な勉強はしなくていい、苦手な勉強こそ克服しなければならないという学校側の考えに当時から疑問を抱いていました。成人して大人になった今、振り返ってみると好きなことばかりやっている方が現在の役に立っていることに気づきます。嫌いな勉強が今の支えになっているというより、好きな勉強が今の支えになっています。小さな頃に機械いじりが好きで没頭できたおかげで、その分野に関して得意になり、今はその延長の仕事をしています。給食で食べられないものを無理やり食べさせて、おいしく食べられるようになった話など聞いたことがありません。同じように気持ちがない勉強を無理やりやって、それが将来の才能につながるということはないのです。将来につながることは好きな勉強や好きな科目という好きの中に存在するのです。苦手なことを克服しようと努力があれば、好きなことを思う存分勉強する努力に注ぎましょう。個人の能力の差別化にもなり、武器へと変わるのです。今日の格言、好きなことばかりやって力をつけておく。なるほど、好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、それが自然の原理ってやつですね。はい、今日も勉強になりました。ありがとうございます。また明日、バイバーイ。